次に塩田博明君の質疑を行います塩田博明君、はい、委員長公明党の塩田博明でございます、えー、まず能登半島地震でお亡くなりになられた方々に、えー、心からご冥福をお祈り申し上げますとともに被災された全ての方にお見舞いを申し上げたいと思いますやはり今回の災害対応で最も力を入れなければならないのは すべての命をまず守っていくんだと、この前提に立っていかなければならないと、このように思っております、そしてまず何をおいても、ですね今、少しずつ災害関連死が出ておりますので、災害関連死を絶対に起こさないんだ、こういう決意のもとに頑張って回らなければならない、このように決意をしているところでございます。そししてて我が公明党におきましてはですね 1>, 1月1日の発災当日すぐに災害対策本部を立ち上げさせていただきまして、現場の地方議員の皆様と、地元の国会議員がすぐに現地に入りまして、今もずっと毎日入り続けております、ま私自身も6日、7日に被害の大きかった能登町、まあ、そして志賀、えー、町ですね、などにも入らさせていただきました。 さまざま現場の中で、大きな被害が出ている現状を見させていただくとともにです、ね、この21日には山口代表とともに、輪島市、そして穴水町、そして内灘町、入らさせていただいて、まさに被災現場の中で、本当に悲痛な叫びの声、また山口代表が一緒に伺いましたけれども、駆け寄ってきて、おばあちゃんが。 何とか私たちを助けてほしいと、まあ、こういう声を現場の中で数多く聞きました。まあそういう中でやはり私たちえしっかりですね、現場の被災者の声に寄り添った政策を前に進めていかなければならない、このように感じているところでございます。そういうものに立って今日は質問をさせていただきたい、このように思います。まず命を守る取り組みで一番大事なことはですね、やはり 現地対策本部と、避難所の責任者がやはり司令塔となってですね、きちっと機能しているかどうか、まあ、これが最も大事である、私はこう思っているんですね。まあ、やはり現場に入って、それは一番感じたことなんです。今なお450を超す,です、ね、避難所に1万5000人を超える人たちが避難生活を余儀なくされております。まあ、そういうい中ででこの3週間ですね 一度もお風呂に入っておられない、そういう方もいらっしゃいました。また、下着の替えが今もないんですと、こういう方もいらっしゃいます。また、ブルーシートが欲しくて、もらいに行ったんだけども、何回行っても実は私はもらえなかった、こういう方も実は今もいらっしゃいます。こういう中で、やはり我々はですは、ね、救援物資は届けているはずだ、こういうことではなくてです、ね、やはり避難所において、 実際に何が届いていて、何が足らないのか、まあ、そういうことをですね、やはりしっかり把握をしていく、下着は本当に被災者の手に届いているんだろうか、まあ、こういう一つ一つのです、ね、避難所の体制がやはりしっかり生きている、こういうことが大事だと、このように思っております。またたた女女性性の管理責任者をししっっかり置いていただいててだ、ね、に配慮した体制ももっと 強化をしていかなければならないということも現場で痛感をいたしました。総理、ぜひですね、現場対策本部の強化とともに避難所責任者とのま連携の強化でですね、被災者に寄り添う取り組みを進めていただきたいと思います。総理、えー、決意を伺いたいと思います。岸田文雄内閣総理大臣、あの今回の能登半島地震においては。 あの発災当日に、えー、この、まあ、東京においては、えー、非常災害対策本部、設置するとともに、同日、えー、現地には古賀内閣府副大臣を本部長とする現地対策本部、これを設置いたしました。そして現地対策本部部には各省庁から幹部職員を含む 職員を派遣するとともに、インフラ、物資、生活支援に関する3つのチームを編成し、災害対応に当たっているところであり、また、輪島市、珠洲市など6市町には、福祉長級を含む政府職員を派遣して、まあ、連絡調整体制を強化しているところですが、まあ、委員ご指摘のこの避難所の運営の強化という点につきましては、あの実際、まあ、被災自治体の職員や、 地域住民の代表者の方,が方々が中心となって運営を行っていますが、政府としても、被災後直ちに災害対策マネジメントの知見を有する自治体職員の応援派遣を私も指示をしたところでありますし、そして全国の自治体の協力の下、避難所運営等のための職員を応援派遣し、支援を行ってきたところであります。そしてインド方から この現地の把握、連絡体制が大事だということでありますが、今申し上げましたマンパワーにおける応援をしっかりと協力、連携させるという観点から,点から連絡体制を強化する、さらには女性の視点も大事だというご指摘がありました、女性被災者も不安を感じない避難所運営となるように、内閣府で配布しているチェックシート、 こうしたものも活用しながら現地の上きめ細かいな対応こうしたものに努めているところでありますあのこうしたこのマンパワーにおける応援をしっかり連携させそして機能させることによって女性被災者への対応も含めて避難所の環境を改善に努めてまいりたいと考えます委員長塩田博明君 次にです、ね、命を守る取り組みでやはり急がれるのは、今までもあのご質問が各党の皆さんからございましたようにです、ね、道路や上下水道などのインフラの復旧でございまして、これはやはり、至る所で寸断された道路や上下水道などのこのインフラ工事ですね、県道に限らずです、ね、やはり市道、また町道に至るまで,です、ね、それぞれの現場に行くと必ず言われるのは、 国が権限代行して、早期復旧を図るとともにですね、地域ごとに復旧の見通しを示してもらいたい、こういう声でございました。また、そのための全国からの人的支援体制の構築が、やはり急務でございます。すでに幹線道路につきましては、9割程度ですね、復旧をし、通行可能になっているところがございますけれども、 街中に入りますと、生活道路はもうずたずたで、本当に至る所で,です、ね、寸断をされております。まともに我々も移動できない状態が各市町でございました。この生活道路の復旧に加えてです、ね、上下水道の早期復旧にやはり全力を挙げてほしい、こういう声が、切実な声をです、ね、伺ってまいりました。やはりり住み慣れたたとに早く戻りたいと こういう被災者の願いや希望を叶えるためにもです、ね、インフラ復旧のメドを、えー、見通しをです、ね、地域ごとに伝えてほしいと、このように思っております。またそのためのマンパワー支援も当然不可欠ですので、これについての総理の決意と見通しについて、お伺いいたします岸田総理大臣あの。今回の地震においては、まあ、発災、えー、当,時当初から、 この幹線道路、あるいは生活道路について、まあ、緊急復旧を自治体に代わって行うなど、このインフラの応急的な復旧、まあ、これに全力を挙げてきたところでありますが、しかしながら、このインフラの本格的な復旧、これには時間を要する、こういった見通しであります。そ,そ,のそして 被災者の皆様に円滑な二次避難をしていただくためにも、また未来について希望を持っていただくためにも、これ、道路や上下水道のインフラ、ライフラインの復旧等がいつ頃になるのか、地域ごとにこの今後の見通しを細やかに示しているところであります。県ををを通じててて具体的な明度これれにに示ししおりますすそしてそれを支援するために道路の 本格復旧に向けては、この国の現地体制、まあ、強化することによって、この県所管の幹線道路、被,害被災が、まあ、甚大なものについては、この被害復旧工事の権限代行を実施することによって、被災自治体が 生活道路の本格復旧に注力する、要は地元と国と役割分担をすることによって、道路の復旧に努めていく、また上下水道についても、全国自治体の上下水道技術者に加えて、国からの職員も派遣をし、 4月以降の水道施設の補助率のかさ上げを前倒しするまあ、こういった措置も講じながら上下水道一体となった復旧に取り組んでいきたいと思います、えー、やられることは何でもやるという考え方の下で財政面そして実行面、えー、両面から支援を行ってインフラの早期復旧に向けて全力を尽くしてまいりたいと考えます 塩田博君今、総理のおっしゃることも、私もよく分かりますで、ただその上で,です、ね、やはり役割分担をして、それぞれの自治体の整備をしていくということは当然、そのとおりなんですけれども、やはり今、市や町にとっても、なかなかやはりですね、具体的にやっていくパワーがない、マンパワーがないと、そういう状況もございますので、できる限り、 まあ国による支援お願いをしておきたいと思います。そして次にですね。まあ近年の地震災害とまあ今回の違いについて、半島であるというやはり地理的な制約があります。まあそして今大変厳しい寒さとの戦いに入っている。まあこういうことがあります。やはり長期にわたる不自由な避難所生活で高齢者などの災害弱者が体調を崩してですね、えー、災害関連死のリスクが まあ増加するということをまあ懸念をしているわけでございまして、まあ、政府と石川県は、えー、県内外で旅館やホテルなど約3万人の受け入れ可能なです、ね、二次避難所を確保しておりますけれども、まあ、利用者、希望者はまだ少数にとどまっているまあ現状でございます。えー、まあなぜ進まないのかということについてはです、ね、いろいろお声がございますけれども、まあ、住み慣れた地域を離れたくない。 また、被災家屋の防犯が心配であるとか、まあ、やはりペットを置いていけないとか、さまざ、あ、まなお声を伺います、まあ、この多くの方が不安を感じてですね、決めきれずにいるわけでございますけれども、一方で、旅館やホテルは、有料であるなどというですね、誤った SNS による誤情報も飛び交ったりしているわけであります。まあ、理由ははさままままざでありますけれども、ま、ずは被災者の 災害関連死を防ぐことを最優先にしてですね、二次避難所への移動を加速していかなければならない、こう思っております、まあ。地震の直接被害から助かった命を何としても守っていかなければならない、こう思うんですね。特にペットの受け入れ可能な避難所の拡大はまだまだ必要でございますし、二次避難を迷っておられる方に、やはり地元に戻れる期日の目ドを示すなどですね、 できるだけ避難者の希望に沿った形で二次避難の後押しをしていただきたいと思うんですね、えー、総理見解をお伺いいたします岸田総理大臣あの被災地においては、えー、厳しい冬の寒さまた長引く避難生活によって厳しい環境が続いています、えー、命と健康を守る災害関連死を防ぐ まあこうした観点から二次避難は重要であると考えています、えー、そして、うん、災害救助法によるみなし避難所としての利用額の基準の特例的な引き上げ、えー、7000円から1万円への引き上げ、これを行ったほか、この地域のコミュニティを維持したい、ペットと一緒に避難したい、この多様なニーズに応えられるように、まあ、業界団体の強力な働きかけ等によって、 必要な数の二次避難先、これを確保し、そして、県が行う受け入れ施設のマッチング、これを支援している、こうした状況です。まあ、今後とも被災者に寄り添いながら、県と連携をしていきたいと思っておりますが、まあ、二次避難をためらっている方々、あの過疎地域において自らのコミュニティをこれからも守れるんだろうかという不安、それから、 えと二次避難をした後再び戻って来れるんだろうかという不安あるいは二次避難先での。 情報共有をはじめとするさまざまな支援が十分なのかというような不安、このさまざまな不安に応えなければなりません。今後の見通しと合わせてさまざまな情報提供を行うことによって、こういった不安に応えていく努力も、二次避難を進める上で重要なポイントになるのではないか、このように考えます。ぜひこういった観点からら連携をしながら 二次避難を進め災害関連しこれを防いでいくために努力をしていきたいと考えます塩田博之君総理ありがとうございます次にあの仮設住宅についてでありますが和島市の坂口市長などからも要望があったわけでございますけれども検察が急がれているですね。仮設住宅について仮設住宅にま2年以上長期にわたって住めるようにしてほしいんだと まあこういう要望がございました、そして、やはり同じ集落ごとに移動を進めてほしいと、まあ、こういう要望でございました、東日本大震災ではですね、えー、宮城県の岩沼市が仮設住宅への居住を集落ごとにしたことによって、まあ、コミュニティの絆が強まってです、ね、建設的な復興につながった、まあ、こういうお話もございます。まあ、こうしたコミュニティを壊さないい仮設住住宅への居住について まあ積極的に進めていただきたいと思います、えー、防災担当大臣の見解を伺います松浦防災担当大臣お答え申し上げます、えー、被災者の生活再建に当たりましてはその地域に進み続けたいという被災者の思いを踏まえまして住まいの確保に加えましてなりわいや就業の確保コミュニティの維持回復など生活全般にわたるきめ細かな 支援が必要であると認識をいたしておりますあの委員ご指摘の宮城県岩沼市玉浦西地区の事例などは、あの拝見をいたしましたが、被災された方々が、えー、地区単位で仮設住宅に入居をされ、最終的には地域コミュニティを維持しながら集団移転が進められたものと承知しておりますあの。私も災害で経験をいたしましたが、2年で追い出すのかとか、こういう極端なことを言われたこともございます。 決してそんなことはございません。原則2年でございます。それはやはりあの災害復旧でございますから、一日でも早く復旧をしていただきたいという思いの中で、そしてそれぞれのご事情が出てまいりますので、それに合わせていろんな対応を柔軟にやっていくべきだと考えております。まあ、そういう意味では、えー、熊本県の県とです、ね、1日の日には石川県をおつなぎをいたしまして、 熊本県からいろんな形で人員派遣をいただきました輪島には仮設住宅を手掛けた方を送っていただいてその方から仮設住宅について熊本方の木造の基礎を打った瓦屋根のプランであるとかそういったものをお示しいただき 熊本モデル、あるいは石川モデルというご提案までいただいて、それを今、県と共有をさせていただいているところでございます。これからの多様なニーズが出てまいりますので、これからが一つ一つ丁寧に対応していかなければならないと、このように考えております塩田博明君。え次に、避難所等における感染症対策の強化について、お伺いいたします。断水ののために避難所の 衛生環境の悪化などからですね。感染症の拡大によって、災害関連死の増加の恐れが出てるんですねで。実際に新型コロナウイルスやインフルエンザの感染が増えてます。避難所や被災者におい被災地においてですね。感染症の拡大を抑え込むためにまあ、十分な消毒薬やマスクのプッシュ型の提供まあ、そして発熱者の隔離スペースの十分な確保はですね。 ま,あ迅速なまたあの新型コロナワクチンは、3月末までは無料接種できますのが、できますけれども、コロナ治療薬は昨年10月から有料になってますよね。また、被災者には無料提供したりです、ね、そこで被災者には無料提供したりです、ね、インフルエンザワクチンも未接種の方には無料提供できる機会を増やしていただいて、医療費が高額なために、 まあそういうものを断るということがないようにしていただきたいんです。そのことについて、えー、一言、厚生労働大臣からお伺いしたいと思います武井、はい、厚生労働大臣あの委員ご指摘のとおり、この避難所におけるこの感染症対策というのは、極めて高度の専門的な知見に基づいて、えー、計画的にきちんと組み立てられなければなりませんで。日本環境感染症学会、これ、DICT。 災害時感染制御支援チームとともにです、ね、厚生労働省の職員、それから国立国際医療研究センター、および国立感染症研究所の専門家が、限られたスペースの中での感染者の動線管理や手、指消毒等の衛生環境の改善方法などについて助言するなど、現地での対策支援を一体的に現実に今、現場で行っております。 でマスクや消毒薬などの衛生用品などのプッシュ型の支援等を通じて、必要な物資をの確保も着実に今、進めておりますで。その上でまた新型コロナなどの感染症の治療などが、この被災者の医療については、窓口での一部負担金の支払いの猶予、免除を行うよう、保健者に要請した上で、免除した市町村等に国が財政支援をするという形を整いました。でさらにインフルエンザなどの予防接種につきましては、 隣接する市町村など、被災地以外での接種や、定められた接種時期を過ぎた場合の接種など、各自治体に対して柔軟な取り扱いを行うように要請をしているところです。で被,災えー、被災地では地域ごとに状況がさまざまであることや、時間の経過とともに状況が変化をいたしますから、引き続き現地の最新状況の把握をして、迅速に必要な対応を取ってまいりたいと思います。 はい、以上で終わります。はい、ありがとうございますえー。以上で塩田弘明君の質疑は終了いたしました。